沢亮平です。お願いします。はい、本日モンタンスポーツに来ているんですけれども、ちょっとスパイクが壊れかけていまして、修理してもらおうかなと思っております。修理するスパイクなんですけれども、こちらのマイクトラウトモデルなんですけれども、どこが壊れたかっていうと、もう先が剥がれてきちゃったんですよ、だんだん。まあ、ピッチャーやってるのでどうしても剥がれてくるんですけれども、そこでただ P 側をつけたい、ただこれ P 側つけられないんですよね。でも直したい、そういう時に使うのが、はい、こちら、はい、タフトーですね。これがヌル P 側って言われてて、ちょっともうこれぐちゃぐちゃにバッグ入れちゃったんであれなんですけど、ここにちょっと見えづらいんですけど、糊みたいな感じで貼られてるんですね。これやり方とか書いてあるんですけれども、まあ、ちょっと僕不器用で怖いので、モンタンさんにやってもらおうかなと思います。はい、でこれちょっとモンタンさんで買ったものじゃなくて、トキワスポーツで購入したものになっちゃうんで、ちょっとモンタンさんには申し訳ないんですけれども、でこれが青色で、他だと確か黒、白、赤があったと思うので、まあ、それぞれスパイクのカラー合わせられるのかなと思います。それではお願いしていきます。はい、ということで今開けてみたんですけれども、中身がこれが本体で、削んなきゃいけないらしいんですね。なのでヤスリが入ってて、あとはなんかよくわからないアイスの棒みたいなのと注入するチューブみたいなのが、多分そうだと思うんですけど入ってるので、ちょっとこれをモンタンさんにやってもらおうと思います。はい、モンタンさんお願いします。こんにちは。お願いします。じゃあまず型入れます。はい、はい、これ何してるんですか。型入れてつま先が潰れないようにしてます。そういうのがあるから自分でやりたいとは思わないですよね。型のない人が新聞紙、そうだね、新聞紙だね。おい、じゃあこれで塗っていきます。塗る範囲も自分で決められるっていうのはタフトのいいところですよね。そうだね、これ削っちゃうか。はい、ヤスリ。じゃあまず肩はめて、ここがへこまないように設定しました。でさっき洋平君が言ったように、本来新品であればこう削るんですけど、もうかなり使ってて傷ついてるので、今回このままいっちゃって大丈夫かなと思います。ただちょっとこういう段差があったりするので、ちょっとその部分だけ少し削りましょう。カバーする範囲決めます。ラインのやつですか。例えばさ、今ラインやったんで、こんなにでかくつけちゃっていい。まあ、メジャーリーガーっぽくいきましょう。メジャーリーガーっぽくいや、だから全然わかんない。ラインかけたやつのさ、わーって友達どんどんこうトラウト、野手ですけど、これしかいないの。ここはプラスチックなんで、もしあれだったらこのプラスチックちょっとかかるぐらいでやめといた方がいい。ああ、これで、はいはい、すみません、お願いします。行きましょう。じゃあこっちに移動します。はい、ここで使うのがこのガンです。二液混合ガンといいまして、これをはめて、この中の液体がこう2つに混ざって硬化されます。これをつけて、それでは参ります。ちょっと試しに。はい、あ、こんな感じなんですね。出ます。じゃあ、モンタで課長でいいんだよ。全然知らなかったです。はい、それではこんな感じでここに塗っていきます。最初はめちゃくちゃ垂れるんですね、固まるまでって。そうですね。そして意外と無臭。
なんかあのこういう液体って変な匂いすること多いなって。はい。おお。すぐなんですね。はい。こんなまだあの柔らかいですけど。はい。下処理の方が時間が長い。そうですね。いい。ちょっと待ちます。はい。扇風機とか当てたら早く乾かすとかあるんですか。ありますね。ああ、やっぱり。はい。であとは、まあ、今回青なんであれなんですけど、よく白、白のやつあると思うんですけど、白のやつこれ外で紫外線当たるとこの段階でだんだん黄色くなってきちゃうんで、できれば多分あれ白はね家の中でやった方がいいと思います。はいはいはい。はい、もうやめたじゃないな。あんなお前人生さ、お前の持ち上げやりさ、ひどい壊れたの？ちょっとこの辺で外します。そんなないんだね今。このガム手を、はい、外さないとですね。ガム手とともに、ああ固まっちゃう、固まっちゃうんで。どんな部分だろう。よしてました。いや、いっぱいだけど。でももうここでいなかったの。持ってない。社会人。なってからか。おお、すげえ。ウォールナップじゃ、やってねえがね。ないすげえすげえすげえ。こんな感じです。結構資料入った土日で。何してなんのよな、こいつのがなるな。なるほど。これって、乾くのが大体どのくらいかかるものなんですか？そうですね。最初の硬化し始めるの多分15分ぐらいかかります。あだいぶ今、例えば最初のこれやったやつも表面が固まってきましたけど、まだ中固まってないので、はい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 、全部固まるまでは30分、もうそれこそ1時間ぐらいかかるかもしれません。あで、そこからまた重ね塗りする人は、ね、そうですね、はい、これで1回少しさっきみたいに削ってザラザラにして、で、またマスキングをしてやると、はい、まあ、もう一層できるので、まあ、強くなる。そうですね。まあ、これでも多分十分だと思います。まあ、これでもし削れちゃったらまた塗るっていう作業を繰り返してもいいかもしれない。なるほどです。はい、ということでモンタナさんに加工していただいて数日経って乾いたのでグラウンドに持ってきたんですけれども、それがはい、こうなりました。はい、わかるかな。カチカチなんですよね。もう押しても全然剥がれなさそうだなっていう感じがして、で今撮影だったんですけどちょっと使ってたんですよ。それでも、まあ、全然剥がれる心配もなく超カッチリとしてるので思いっきり蹴れるなっていうのはありますね。でなおかつ履いてみてもここになんか出っ張ってんなみたいな違和感も全くなく全然使えてます。でちょっと僕事なんですけれども、6月の中旬に誕生日を迎えまして、その時に、まあ、このスパイクの加工をしてもらってた時に翔平さんも一緒にいたんですけれども、まあ、そこで誕生日プレゼントをいただいてしまいました。アモの紐を翔平さんからいただきました。ありがとうございます。で、まあ、アモといえばですね、このシリコンのところに紐にシリコンがついてるのでほどけにくいっていうのがあるので、まあ、ピッチャーとかやってるとどうしてもまあ動作的にたまにほどけてしまうこととか、まあ、もちろんキャッチャーもやるのでキャッチャーなんか防具の擦れで結構ほどけやすいので、まあ、こういうのは本当にアモなんかは僕はずっと前から愛用しているので、まあ、このトライアウトモデルのスパイクでもどん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 愛用していこうかなと思います。もう本当にそうですね、26歳になって治りましたし、翔平さんに本当にありがたいプレゼントをいただいたので、もっともっと頑張っていこうかなと思います。はい、ということで本日はタフトウ噂の P 側代わりのタフトウを塗ってみたという動画でした。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてデサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が多いと思うんだよね。そうそうそう。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人
達成したら、そうです、OK、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんないんで、1万人かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル7式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。Yeah.